さて、本日はですね、フリーステイツの開拓者派閥バンドルを紹介していきたいと思います。もしよろしければね、購入時の参考にしていただけると嬉しいです。さてですね、先日から発売されておりますフリーステイツのね、バンドルがいくつかありますけど、まあ、その中でもね、自分が購入しましたのは、開拓者派閥バンドル2800アトムのものになりますけど、まあね、ちょっとお高いですね。今までのものの中で一番高いのではないかと思うんですけど、まあ、その分、コンテンツの内容もね、かなりいっぱいありますんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。まあ、早速紹介していきましょうかね。まあ、今この映してるのはですね、独立軍の衣装とヘルメットです。この、開拓者派閥バンドルはですね、独立軍派閥バンドルとサバイバリストバンドルの2つが、まあ、合体して1つのバンドルになっております。まあ、いわばバンドルのバンドルの2つバンドルのバンドルですね。まあ、セットの販売で、まあ、一応2800アトム、独立軍派閥バンドルが2000アトムで、サバイバリストバンドルが1800アトム。本来2つ足して3800アトムのところを、まあ、1つにまとめたものが2800アトムになっておりますのでね、まあ、あのカタカタ買うよりかはかなりお買い得だと思うのでね、ぜひぜひ購入してみてください。で、今この、衣装はですね、独立軍派閥バンドルのものなんですけど、独立軍の衣装とヘルメットですね。このヘルメットに、あとピップボーイの方もね、これ独立軍のものです。このヘルメット衣装どうでしょう。あとね、ピップボーイですね、独立軍ですね。ちょっとね、まあ結構いい感じなんでね、ぜひぜひ。で、ちょっと今このバックパックもですね、まあ、あのバンドルのものなんですけど、こちらがサバイバリストバンドルの緑のフリーステイツバックパックですね。まあ、これはですね、独立軍の方には入っておりませんのでね、一応この衣装は独立軍、ピップボーイの塗装も独立軍ですけど、ちょっとこれ、ね、今ちょっとかかっちゃってますけど、これちょっとね、サバイバリストの方に入っております。で、バックパックの方もね、2種類ありますんでね、後々紹介しようかと思いますんでね、まあ、ちょっととりあえず衣装から紹介していきましょうかね。まあ、これが独立軍ですね。さて、でですね、フリーステイツ、フリーステイツのサバイバリストバンドルで、ね、バンダナですね、失礼、帽子に衣装で、こんな感じです。で、バックパックですね、ちょっと見ていきましょうかね。こんな感じですね。かなり独立軍とサバイバリストで違ってくるんですよね。このバンダナはね、サバイバリスト、帽子もサバイバリスト、3種類入ってますね、このサバイバリストの方には。で、ピップボーイの方もね、サバイバリストの方が塗装ありますので、あとちょっと紹介しようかな。で、バックパックももう一種類ありますんでね、まあ、衣装はこんな感じですということでね、まあ、自分はちょっと独立軍のが好きかな。ちょっとピップボーイとバックパックを見てみましょうかね。まずはピップボーイの方ですね。これが独立軍のやつですね。見回すとこんな感じでね、さまざまなところに塗装入ってますんで、結構凝ってますね。で、サバイバリスト、ちょっとね、違いがちょっとしかないんですけどね、違いがちょっとしかなくて、まあ、でも2種類ありますんでね、こんな感じになります。で、あとはバックパックのフリーステイツバックパック、さっきのがこれです。
緑の、バックパックですね。で、こっちがですね、もう一種類あるバックパックの方ですね。ちょっと色薄くてロゴがちょっと違う感じですね。デザインはほぼほぼ同じなんでね、自分は緑のフリーステーツバックパックの方がちょっと好みかな。で、このバックパックに関しましてはサバイバリストのバンドの方に2つ入っております。2種類ですね。カタカタ入ってるんじゃなくて2種類とも、サバイバリストに入っておりますので、お間違いのないように。さてですね、この、バンドの方にはですね、武器の塗装も入っております。それぞれ、バンドルには独立軍とですね、サバイバリスト1種類1種類入っておりまして、まあ、開拓者バンドルの方を、ね、買えばね、両方とも入っておりますけど、まずはサブマシンガンですね。こんな感じです。フリーステイツ入っておりますね。で、フリーステイツのサバイバリストバンドル、サバイバリストバンドルの方に10ミリサマシンガン入っております。こちらですね。で、一応この10ミリサマシンガンの3ステージ塗装はですね、ニュークリアウィンターの方の塗装も、できますんでね、そちらの方で使うこともできます。デザイン結構いいんでね、3ステージの入ってますしね。で、独立軍の方にはですね、コンバットショットガン、コンバットショットガンの方が入っております。こんな感じですね。で、こちらの方もですね、ニュークリアウィンターの方で使用できますんでね、コンバットショットガン結構強いんで、ニュークリアウィンターぜひぜひね。こちらが独立軍派閥バンドルの方に入っております。まあ、それぞれ別々なんでね、どうでしょう。まあ、コンバットショットガン今のところ、と10ミリピストルもニュークリアウィンターの方で塗装だったかな。まあ、武器塗装は意外と少ないんでね、ぜひぜひね、使ってみてはどうでしょうか。でですね、あとはパワーアーマーの方がねありますんで、ちょっと紹介していきましょうかね。パワーアーマーの方もね、またね、サバイバリスト、独立軍2種類ありまして、まあ、ちょっと両方出していきましょうかね。でですね、このバンドルの目玉と言ってもいいのが、よいしょ、このジェットパックですね。ちょっと比較するためにね、片方はつけてませんけど、こんな感じで、ジェットパックの方がね、ついてるんですよ。これもジェットパック独立軍用のやつですね。このバンドルのジェットパックになります。で、こっちが通常のジェットパック、かなり見た目違うんでね。雰囲気もまた変わってきますね。で、一応塗装の方も、これが独立軍の塗装ですね。で、これがサバイバリストの方ですね。ちょっとサバイバリストの方はジェットパックつけておりませんけど、デザインはほぼほぼ同じです。まあ、ちょっとね、着て飛んでみましょうかね。感じで炎のエフェクトが出ます。ちょっとね、かっこいいんでね、ぜひぜひね、こうジェットパックかなり変わってくるんで、気になる方はね、購入してみたらどうでしょうか。通常の方が
な感じです。ちょっと違うの分かるかな。ちょっと違うんですよね。この違いお分かりいただけますか。まあこのジェットパックに座る方はね、ぜひぜひこのジェットパック独立軍サバイバリスト両方ありますんでね、おすすめなんでね。さて、パワーアーマーはこんな感じで、ちょっともうちょっとこう、しっかり見てみると、塗装の方もね、ちょっとこう、肩とか違う感じ、あ、これはパワーアーマーの違いか。塗装ちょっとね、違う感じなんでね。どうでしょう、まあ、自分はちょっとね独立軍がやっぱ好きかな。独立軍がちょっとこう黒いラインが入ってて、サバイバリストはちょっと青い感じかな。ジェットパックの方もちょっと見てみましょうかね。あ、このちょっとこの横のトゲトゲがあるぐらいかな。まあ、でもデザインかなり違うんでね、気になる方はねぜひぜひ購入して見てください。さて、でまだまだねバンドの方あります。で一応ですね、アイコンの方がこちらですね。これ限定アイコンでありますんでね、こちらの方もおすすめです。でですね、あとは、まあ、このアイコンの方はですね、他にもあの無料アイコンも来ておりましてね、でこのプレイヤーアイコン、あとサバイバリストの方もありますね、もちろん。よいしょ。で、あとはキャンプのものにつきましてはね、ちょっと作るのがね、大変なんでね、ちょっとこう紹介していこうかと思いますけど、まあ、とりあえず旗。この旗に関してはですね、種類がいっぱいあってですね、ちょっとね、なぜかね、ワークの方で紹介しようかなと思ったんですけど、旗に上限がありまして、この端になびくんですけどね、旗の方が、この、今設置してる、この金の旗に関してはですね、開拓者バンドル限定になります。なんでね、独立軍派閥バンドル、サバイバリストバンドル、両方買ってもうつかないかな。この開拓者派閥バンドルのみなんでね、お間違いないようにね、この金のやつですね。で、あとですね、それぞれ2つずつ入っておりまして、でサバイバリストの白い旗の方ですね、白で、サバイバリスト黒で、これがサバイバリストの2つですね。で、もう独立軍の方が青黒ありまして2つですね。でクラフト上限がね、ありますんでね、まあ、全部置くことはできませんけどね、まあ、自分のお気に入りで金なんでね、金熱をなびかせておりますんで、どうでしょう。で他にもですね、まあ目玉と言ってもいいこのトラックですね。このフリーステイツのトラック、これジャンク入りですけど、かなりね、このまたキャンプのこんな感じで2種類あります。キャンプをねかっこよくするんですよ。またで一応このジャンク持ってない方に関しましては、この荷台の方にねいろいろ載せれますんでね、自分の好きなように載せてみるのもいいかもしれませんね。で結構ね、素材に関してはアルミニゴム1鉄3なんで、かなり簡単に作れますんでね、どうでしょう。でこちらのトレーラーセットは独立軍派閥の方に入っておりますんでね、サバイバリストの方に入っておりません。お間違いのないように。でも大抵このバンドル買う方はね、もう開拓者バンドル買っちゃうよね。であとはですね、フリーステイツの立ち入り禁止看板一式の方が入っております。あ、こっちは、その一式に関してはサバイバリストの方ですね。
ここですね。フリーステイツのさまざまな看板の方がありますんで、こんな感じで侵入禁止ですね。あと壁掛け看板の方もあります。看板もね、結構いろんな場所に立てられるんでね、ぜひぜひおすすめなんでね。まずキャンプがこうフリーステイツ好きな方はね、キャンプがフリーステイツ一色に染まるんでね、どうでしょう。でですね、まあ一番自分がお気に入りのはですね、ちょっと今から紹介するんですけど、これフリーステイツの自動販売機ですね。樽があって、ちょっと見た目、普通のちょっとジャンプと比べてみましょうかね。ここなんですけど、ちょっと今電源の方はね、切っております。キャンプなんでね。フリーステーションの自動販売機で表示で、で、通常の自動販売機ですね、こちらです。やっぱ全然違うんだよね。もう派手さが違うからね。フリーステーションになってますけどね。キャンプの雰囲気がね、ガラッと変わります。どうでしょう。かなり変わるんでね。自販機のこのオリジナルっていうか、塗装じゃなくてちょっとデザインが違うものって、今のところのこのフリーステイツのものしかないんでね、これはかなり変わりますよ。でこの自動販売機に関しては独立軍派閥バンドルに入っております。サバイバリストの方には入っておりませんのでね、お間違いのないように。さて、あとはこのエモートの方がね、実はありまして、敬礼です。敬礼がね、ちょっと残念なところっていうのかな。この敬礼がですね、この販売時の、300周年記念のものとちょっと被ってるんですよね。この敬礼後のピッっていうのが、あるかないかの違いなんで、ちょっとね、かぶってるなっていうのがあるんで、ちょっと残念かな。まあちょっとそこがね、残念っていうのもおかしいですけどね、コンテンツかぶりのとこですね。まあ以上ね、すべてのもの紹介しきったと思います。どうでしょう今回の、フリーステイツの開拓者派閥バンドの方を自分は購入しましてね、すべてのものが入っておりますんでね、キャンプの方がかなり、楽しくなりますんでね。まあ、ちょっとお高いんですよね、今回の2800に関しては。ただね、やっぱりこうやってキャンプをね、こう豊かにしてくれるんでね、自分は全然ありかなと思います。まあ、アトム商品に関しては買わなくてもね、ゲームに何ら影響はないんですけど、やっぱりね、買った方がキャンプのデザインがね、最近アトム課金の方がね、日本でもできるようになりまして、だいぶこうキャンプに違いができてきたというか、こう個々のね、オリジナリティが出てきた感じでね、かなり楽しくなってきてますんでね、まあ、思い切って買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。サバイバリストに関しましてはね、期間限定なんでね、もうなくならないうちにね、購入することをお勧めします。一応限定品に関しましてはね、何度も過去のものも再販が来ておりますんで、いつか再販来るかと思いますけど、まあ、いつ再販来るか分かんないんでね、現状それを考えると、今のうちに買っておくのも悪くないかもしれませんね。では
今回紹介しましたのはフリーステイツ開拓者バンドルですね。まあ、参考になればですけど、ぜひぜひね、購入時の参考にしていただけると嬉しいです。では、紹介の動画はこれにて終了したいと思います。